はいどうも、ヒコボン、心の声です。今日からヒートランが復刻です。とりあえず初日なので、攻略しておきます。まずは招待していただきました。ヒードランは、炎と鋼の複合タイプ。弱点は地面、水、格闘です。特に地面が二重弱点なので、地面タイプの技を持っているポケモンを使うのがいいです。いきなり4人です。厳しみ。今回ランドロスおじさんをマックス強化して入れてみました。たっぷりと働いてもらいます。なんかヒードランがでかい。ヒードランの定置技はストーンエッジ、結構効く。グラードンがストーンエッジを食らってもそんなに減らない。安定のグラードンかな。勝利です。ちなみにヒードランは2人討伐可能です。 CP2131ヒコボンは気づいてませんが 93% の高個体です。いきなり命が生きちゃうかもです。んなことなかった。まずはサークル復活のタイミングを見てみます。右足を戻したタイミングでサークルが復活です。タイミングが取りやすい。これだとグレート、そういえば頭の出っ張りぐらいの大きさだった気がします。頭の出っ張りより気持ち大きめでいってみます。これでエクセレント、いけそうです。ボールが止まるの早く直してほしいな。招待された時に発生しますね。これだと小さすぎる。無理はしない。結局同じっていう。素直にボールが当たってくれる感じで当てやすいです。まあ個体値100来たらわからないけど。くるくるしゅ、弱くもなく強くもない感じで投げます。くるくるしゅ。すっぽ抜けた。こういう時に限って取れちゃうっていう。個体値 93%。 ヒードラン艦隊が必要な時は出番いただこう。なさそうだけど。2戦目です。再び招待していただく。西大宮駅で7名以下。リモートあるのに厳しみだな。やはり復刻だからか。勝利です。CP2137 ヒコボン見逃しましたが、個体値 98% の高個体です。なっついてない方が高個体出る説。色違いは最初からなっついてます。通常色です。ちなみに前回色違いは1匹だけゲットしました。一発ゲットです。うわー、攻撃かけの 98% だった。再び招待していただきました。私の地域の黒卵も割れますが、微妙にこちらの方が早いので優先しました。なるべくなら不可直の方が人が集まりやすいでしょう。4人しか集まらなかった。私の地域の方がまだ集まっただろうか。勝利です。CP2135、96% の高個体です。
色違い濃い通常色。ここでさっきの CP を鑑みて高個体なのに気づきました。さすがにこれは小さすぎか。一発ゲットです。これは E96% だ。続いて私の正体です。北海道からのフレンドさんを含めた3名、レイドアワー終盤のいつもの3人です。勝利です。皆さん対策ポケモンを揃えているので、最初に4人とやった時とほぼ同じ結果でした。 CP2105 下がった。高個体続きで CP を意識しだしてしまったのでダメだ。そろそろ色違い来てくれ。通常色。ゲットです。これで最後になります。不可直ではないですが7人も集まりました。勝利です。CP2089 さらに下がった。色違い生きてくれたらすべてよし。通常色。一発ゲットです。5戦のうち3戦が一発ゲットでした。9月10日までヒードラン出るそうなんだけど、人がいなくなる未来が見えるんだが大丈夫だろうか。このままだとレイドアワーも3回あります。